ラジオイレブン。はい、こんにちは、吉木社長です。お久しぶりです。エスパルスサポーターの皆さん、エスパルス調子悪くてあんまり、動画も、撮れてなかったですけど、久々にね、コメント欄でエスパルスの動画撮ってくださいっていう風に言ってもらったんで、まあね、久々にね、エスパルスの動画撮っていこうかなと思うんですけど、はい、そうですね、エスパルスが今なんでこううまくいってないのかとか、何をやったらうまくいくのかみたいな、そんな簡単な話じゃないですけど、はい、僕が分かる範囲でちょっと解説していこうかなと、思うんですけど、まずあれですよね、マテウス選手が、契約解除っていうことでね、家庭の事情みたいな風には出てましたけど、家庭の事情というか、いろいろ理由は、ありそうですけど、結局ね、退団してしまうということで、はい、非常に残念ではあるんですけど、はい、仕方ないですね。で、この夏に、やっぱりね、サポーターとしても、補強してほしいっていうね、選手を、オフ期間に死ぬほど補強したけど、結局このね、順位ですし、勝ててない現状なんで、しっかり補強ポイント見極めて補強をしてほしいっていうね、気持ちはあると思いますし、僕自身もね、結構思ってるんで、最後の方にちょっと、選手補強でどういう選手をね、補強したらいいのかみたいな、どういう選手を補強してほしいかみたいな話をね、最後の方にしたいと思うんですけど、まずは、エスパスの課題と、じゃどうしたらいいのかっていうような話をしていきます。はい。で、まず一つ目ですね、エスパスの前、からのプレッシャー、がやっぱり、この質が落ちてますね今で。結局その開幕当初は本当に前からのプレッシャーがハマってて、チームとしてうまくいってたんですよね。でエスパルスって結局ショートカウンターで、リズムをつかむあのチームカラーなんですよね。前からの守備でリズム掴んでボール奪ってそっから攻撃っていうのがエスパルスの特徴なんですよ、伝統的に。でやっぱり前からプレッシャー行って、相手を困らせてで奪えるようになると、本当にそっからあのエスパルスの、形っていうのが出てきますし、そっからボール持って攻撃っていうのはできるチームなんですけど、ね、今結構やっぱ引いて守る時間が長くて、でやっぱりこうでチーム全体で連動して前から行けないので、やっぱね、あの引いて守るしかないっていう現状になってるんですけど、やっぱね、と開幕当初やってた 4-3-3 の前からの守備で、でウイングの選手がセンターバックにタイミング見計らってプレスかけて、中山選手とかですよね、がプレスかけてね、ボランチの選手にもこっちのボランチがしっかりガツンと前から行くとか、そういうね、あの前から奪いに行く姿勢っていうのをもっとね、見せないと、特にホームで。それをやらないと、やっぱりこう、リズムには乗れない。ずっと後ろで守ってるだけだと、やっぱね、うまくいかないんじゃないかなと思ってます。はい。で、結局その、引いた守り、リトリートって言って、ハーフウェイラインより後ろで全員が引いて守ることが多いんですけど、結局これをロティーナ監督は、ここに着手して、守備を、失点を減らそうっていうので、で、引いて守ることで失点を減らすっていうことには、成功はしたんですけど、結局、そこでも、やっぱ大事なところで失点してしまうっていうのがあって、最近多いですよね。札幌戦もそうだし、名古屋戦もそうだし、しっかり寄せるところで寄せきれない。サイドで、ボール、相手がボール持った時に、サイドハーフとサイドバックが2人で行くっていうのは徹底できてるんですけど、じゃあどこを切るのかとか、ね、どうやってプレッシャーをかけるのかっていうのがちょっと曖昧なのかなっていう。名古屋戦もマテウス選手にそれで決められましたし、で、札幌戦なんかも金子選手が結構左足で楽にクロス上げてましたよね。だったら奥井選手は左足のケアした方が良かったんじゃないかとか、2対1にしてサイドハーフが
まあ、左足の方をケアした方が良かったんじゃないのかとか、その辺がもうちょっとね、詰めない、その辺を詰めないと、ちょっと厳しいのかなっていう。うん。で、あとは、リトリートした時に、センターフォワードの選手の役割がちょっと曖昧かなっていう印象はあるんですけど、やっぱりこう、引いて守る時も相手にある程度のね、圧はかけないといけないんですよね。センターバックに対してもそうだし、相手のボランチに対してもボールが入った時にガツンといかないといけないんですけど、やっぱりこうね、ただ緩くコースを切ってるだけっていうような時が多いので、そこの役割をしっかりして、引いてるけど相手にプレッシャーを行くとか行くっていうのをしないと、ね、今後良くなっていかないのかなっていう。やっぱりエスパルスの守備から入ってリズム掴むチームなんで、そこをね、もうちょっと徹底した方がいいのかなっていうのは思ってます。で、まあ、あとはポジティブトランジション、守備から攻撃の切り替えの時にやっぱりボールを失うことが多いんですけど、この時のボランチのサポート、押し上げっていうのがやっぱりできてないなっていう。うん、例えばボールを、奪って前線にボールが入った時も、やっぱりね、押し上げが遅くて全体の。で、ボランチの選手、特に宮本選手、河合選手あたりが、うん、やっぱ守備で走ってて疲れてるっていうので、結局そこで、ボールを受けるための、動き直しとか、うん、サポートっていうのができてないなっていう、印象があります。ここがね、やっぱ、本当に、鍵かなと思ってます。はい。で、まあ、4つ目、セットプレイ。うん。これに関しては、ゾーンでやるっていうのはもう分かったんで、うん、そこのゾーンディフェンスの質を上げるのと、こぼれに対する、誰がプレッシャーに行くのかっていう、今はね、こぼれの選手を設定してないので、こぼれの選手はね、今設定してないと思うんですよね。全員が、ペナルティエリア入ってっていう、そこで金子選手にね、前回決められてるんで、うん、まあ、こぼれ選手一人置くのもいいですし、うん、誰が行くのかっていうのをしっかりはっきりさせた方がいいかなと思います。はい。で、まあ、最後、5つ目はビルドアップ。ここがやっぱ一番の課題かなと思ってます。はい。で、結局、ね、開幕当初はすごくね、5レーンを意識して、原選手が内側入って、偽サイドバックで内側入って、で、中山選手が一番ね、大外のレーンを使って、そこで、イニシアチブを握るっていうようなね、かなりね、面白い、合理的なサッカーやってたんですけど、まあ、最近は結構エウソン頼みというか、まあ、それも正直対策ね、され始めて、うん、結構エウソンも結構厳しそう。うん、エウソンだけ、エウソンの個人の、まあ、相手をいなす技術、そこで、イニシアチブ握るだけではやっぱり厳しい。うん、しっかりボランチとか、サイドハーフがポジション取って、フォワードが、まあ、サイドバック、相手のサイドバックの裏を抜けるアクション取ったりとか、センターバックがコンディクションって運ぶドリブルをして、相手を引きつけて、で、ボランチを使ってとか、ね、ボランチからセンターフォワードに、ゴロの縦パス入れて、で、ツートップの関係でサポートして、サイド散らしてっていうようなことが、まあ、できないと、結構厳しいなっていう。はい。で、結局ね、最近は権田選手もね、正直ビルドアップは諦めてて、うん、権田選手からディサワ選手にね、長いボール入れたりっていうのも、うん、まあ、この前は結構見られたんで、うん、その辺がやっぱりね、今のエスパルスの現状なんで、うん、やっぱそこを改善していかないといけない。で、まあ、結局改善するにはどうしたらいいかっていうところですけど、やっぱ一個はボランチのサポートの質、ボランチがもっとたくさんボールを受けて、やっぱ縦に刺したいんですけど、刺せなかったら一回叩いて、もう一回ポジション取り直して、もう一回受けて、で、ボランチがもっとたくさんボールを触って、で、まあ、あとはサイドバックの選手とかが、一番開くのか内側に入ってくるのかっていうところで、サイドハーフのポジションも変わるんですよね。サイドバックが内側にちょっと入ってくるなら、サイドハーフの選手は一番大外に張ればいいし、ね、サイドハーフが内側に落ちてくるんだったら、サイドバックは高い位置取ればいいしっていう、まあ、そこの連携も正直取れてないかなっていう。うん、セレッソ時代はロティーナ監督は、うん、サイドハーフが内側に入ってきて落ちて、サイドバックは高い位置っていうのをやってたんですけど、まあ今のエスパルスだったら、右はエウシーニョ選手が内で、
中山選手が右の大外でいいと思います。で、左は、まあそうですね、例えば中じゃない、例えば片山選手が左サイドバックやるなら、前に中村選手とか置いて、中村選手内側入って片山選手はもう高い位置、もしくは中村選手がワイド開いて、片山選手が偽サイドバックで内側入ってくるとか、うん、そこで結局サイドのレーンを一緒にしてしまうと、まあ、詰まるんで、うん、ね、名古屋戦とかも詰まりまくりでしたよね。で相手も守備しやすそうでしたし、うん、あそこはやっぱ改善していかないといけないなって思いますね。はい、それではちゃんとの時間です。ラジオでは最近このように、途中にちゃんとを挟んで、まあコロナのね、影響で今ちゃんと歌えないっていうところで、まあこのラジオでちゃんと聞いていただこうっていう、試みを行ってます。今日はエスパルスの、僕も大好きなちゃんとです。リバイブです、どうぞ。でですね、まあ、最初に言った通り、夏にやっぱ選手補強を、ね、ある程度しないと、まあ、厳しいんじゃないかっていう、まあね、エスパルスのサポーターもそこは結構気になってるのかなって思うんですけど、まあ、一つはフォワード、うん、サンタナ選手のところは正直サンタナ選手、うん、やれることは結構あって、うん、ボールキープできるし、エリア内で、ね、点を取ることができるんで、で、やっぱりサンタナ選手ができないことも結構あるんですよね。スピードもそんなにないですし、自分でボールを持っていく選手じゃないんで、ドーグラスとは全然違うタイプなんですよね。うん、だから結局サンタナの近い距離で、プレーしたりとかっていう選手が正直欲しい。うん、サンタナと同じタイプの上位互換が欲しいわけじゃなくて、サンタナを活かせるような選手とか、まあ、ディサロ選手も同じですよね。サンタナと、ディサラ選手もサンタナと選手とね、正直、まあ、タイプは一緒じゃないんですけど、役割は似てるなっていう。うん、下に作りに来るタイプじゃなくて、やっぱ前線で勝負してほしい選手なんで、うん、どっちかっていうと、こう、まあ、リンクマン的な役割ができる選手。うん、まあ、後藤選手の、まあ、この上位互換なんて言う、ね、失礼な言い方したら良くないですけど、イメージは、そういう選手が欲しいかなっていう。はい。で、結局ね、エスパルスサポーターが待ってるのは、岡ちゃんだと思うんですけど、うん、まあ、岡ちゃんがね、帰ってくる気があるのかっていう。うん、僕自身もね、岡ちゃん大好きなんで、本当に、なんかこう、戦術動向じゃなくて、帰ってきてほしいんですよね。もう、精神的な支柱にもなるし、盛り上がるし、っていうところで帰ってきてほしいですし、まあ、戦術的に見ても、ね、岡ちゃんは、まあ戦術的に見ても岡ちゃんはね、裏抜けできますし、ね、リンクマン的な役割でフォワードとセンターフォワードを近い距離でプレーするってこともできますし、ね、結局エスパルスの、まあ一番最初に話した課題である前プレーのところで、前から行ける選手なんで、岡ちゃんは。うん、岡崎選手とか中山選手、カルリニオ選手がこう組み合わさって前から守備したら、結構相手はね、嫌だと思うんですよね。うん、でそこでやっぱり主導権握れると思うんですよね。まあ、いや本当に岡ちゃんは来てくれたら最高だと思ってます。
はい。で、まあ、ボランチは、正直は宮本選手がチームの中心としてやってるんですけど、かなりね、成長して、ね、守備の部分とかは良くなってきてると思うんですけど、やっぱりこう、さっきね、話した通り、あの、ポジティブトランジションの時の、サポートの質とか、ビルドアップの時のサポートの質が、やっぱり、そこまでかなっていう、まだまだだと思ってるんで、そこに、やっぱね、名前上がってる選手で言うと、ね、デサバト選手とか、今、どこのチームも所属してないですし、ロティーナ監督のもとでね、サッカーやってた選手なんで、はい。で、彼は結構守備で、ね、貢献できる選手ですし、で、ビルドアップでもしっかりサポートして、ボールを配球するってことができる選手なので、エスパルスには必要な選手かなっていうふうには思ってます。まあ、ただね、まあ、記事とか読んでると、家族的にはなんか母国へ帰りたいみたいなのもね、言ってたんで、その辺はね、ちょっと難しいのかもしれませんけど、はい。で、まあ、サイドバック、マテウス選手が抜けるっていうところで、ね、松原浩選手の復帰っていうのも期待してる方も多いと思うんですけど、来てくれるならいいですけど、正直彼としてはまだ海外でやりたいと思いますし、まあ、コメントでね、求められたところで本気でやるっていうふうには言ってたんで、日本もね、視野には入れてるのかなとは思うんですけど、で、戦術的に見て彼が、どういう、ポイントになるかっていうのは、まあ、正直その、まあ、上下動を繰り返してっていうところで、サイドに張ってプレーする、タイプなんで、かなりエスパルス、今のエスパルスに必要な選手だとは思います。右の吉井の選手が内側入ってくるタイプなんで、で、サイドで、左では、じゃあ松原選手が上下動を繰り返して、一番大外で、プレーして、じゃあ左サイドハーフの選手はちょっと内側に入ってプレーしてもらうっていうのが結構バランス的にはいいと思いますし、で、彼のね、守備力とかスタミナとか1対1負けないとかっていうのは本当に武器になると思ってます。で、ただね、ウジニョ選手みたいに自分の間合いとか自分の技術で、ボールキープするっていう選手じゃないんで、やっぱり、ボランチのサポートが必須にはなってきます。で、彼をね、孤立させたら結局、ボール失うこともあるんで、ね、それじゃあいらないよっていう人もいると思うんですけど、それは、やっぱボランチのね、サポートとかっていう、センターバックの、サポートの質、パスの質とかっていうのが、本当に大事になってくるんで、なおさらデサポートがいるなっていう、松原来るなら。コウが来るならデサバトは絶対いるなっていうのは感じます。で、やっぱりボランチのところで結局原選手を使いたいとは思うんですよ。原選手が復帰したら。で、彼はクオリティが全てにおいて高いですし、攻撃も上手いですし、で、やっぱりこうポジショニングとかで本当に頭を使ってポジショニング取れる選手なんで、まあ、センターバックもしくは、ボランチで、使いたいんじゃないかなって思ってます。はい。でね、ヘナト選手はいつ復帰するのか分かりませんし、でデサバト選手来てくれたら、しばらくはね、デサバト原のダブルボランチ、で、そこに、河合選手加えてっていう形が一番いいのかなっていうのは思ってます。で、あと、まあ名前は上がってないですけど、C っていうなら、サイドハーフ、ビルドアップの時にサイドハーフでね、タメを作れるとすごい大きいんですよね。川崎でいう三笘選手、家長選手とか、セレッソでいう清武選手、坂本選手みたいな、選手がサイドハーフのところで、タメを作れると、本当に選手をポジション取り直せますし、で、ボランチがもう一回サポートを変えれたりとか、そこで主導権が握れるので、サイドハーフの選手が、結構ね、ロティーナサッカーはキーになってくるんですよ。で、そこに、結局その、ね、今補強するってなると本当に難しい話で、どっかの、主力じゃない選手をレンタルで引っ張ってくるっていうのが現実的なんですけど、まあね、僕が思ってるのは、名古屋の安倍ちゃんとか来てくれないかなって思ってますね。年俸高いですけど、はい、今ね、全然試合に絡んでないんで、
まあ、求められるところで減俸してもいいからっていう風に来てくれたらめちゃめちゃ助かるなっていう、うん、でね、カルリーニョス選手だけじゃやっぱりね、ボールキープできるのはカルリーニョス選手ぐらいなんで、今そこだけじゃやっぱり負担が大きいのでね、なんか阿部選手みたいなね、ボールキープできて前の推進力もあって周りを使えるような選手でプラスで阿部選手点取れますし、そういう選手来てくれたら、めちゃめちゃ良くなるなっていうのは感じてます。はい、まあ、今日はねそんなところですかね。はい、まあ本当に、ロティーナサッカーが本当に大丈夫なのかって思う人がいると思うんですけど、うん、やっぱりこうね選手がしっかりフィットしてきて、で本当にロティーナさんはね守備をまず作るっていうところを意識してると思いますし、うん、攻撃に関して選手が、まあ、しっかりボール持てたりとかどっかでやっぱ主導権握れる選手がいないと本当に攻撃っていうのはね難しいんで、まあ、もちろんこう戦術的なところで、配置だったりとか、ね、崩し方みたいのもまだまだこう落とし込んでいってもらわないと仕方ないんですけど、やっぱ選手の質が本当に上がらないと、まあ、攻撃では苦しいかなと思うんで、そこはちょっと、うん、今後にはちょっと期待したいですね。はい、まあ、このマテウ選手の移籍から今後夏にかけて、ね、いろいろ動きがあれば面白いですけど、まあ、その辺も期待しながら、まあ、しばらくはね様子見ながら試合見ていきたいと思いますと、はい、でまたエスパルスに関しても取り上げるのでぜひ、はい、チャンネル登録などお願いします。こんなね低いテンションで喋って申し訳ないですけど、はい、今日は聞いていただきありがとうございました。バイバイ。